でね、そうですね、はい、いい音ですね。結構いい香りしてますね。おいしい。留学生 TV ね、このようにですね、皆さん、じゃじゃん、本当に美味しいビビンパを作りました。まあこれから食べますけども、このようにね、野菜が足りない時に貝割れとか、まあ日本で求めやすいものを入れても全然美味しいんですよ。あ、いいね。すごい。で、これがさっき作ったタレですね。はい。どうもチョコマンドロンね。チャリ玉オプション。これコチュジャンだけだとちょっとね、味がちょっと足りないんですよね。このように作った方がいいですよね。で、砂糖とメシラチョンを入れて、ちょっと甘みを出します。あと、ごま油ですね。でも日本で、韓国の食べ物、食堂行ってあんまりビビンパ食べなくないですか？ビビンパはそうですね、家でできなくもないので、そうですね。じゃあこれからビビを10せよ。混ぜ混ぜします。混ぜるときね、私はいつもこう片方からまず混ぜながら少しずついきます。うん、でもわざトネードみたいに、もう牛肉入れて食べるの初めてかも。あ、でもユッケとか入れて食べるでしょ。家では作らないからね。野菜がたくさん入ってるのがいいですね。うん、世界で進めてる料理なんですよ。一日推奨してる野菜の量ははるかに超えてるので、これはね、食べますよ。これは誕生日ですよ、誕生日。はい、それでは食べてみたいと思います。うん、最高、すごい。美味しい。お肉はすごく合う。ユッケ入れなくても、家でも全然肉の味を出すことはできるので、まあ野菜だけだとちょっと足りないなと思う時があるんですが、その時にこのように肉を入れることによって美味しくなりますよ。あとお店で売ってるのはごま油ね。お店で売ってるものって足りないのがちょっと残念だなと思うのが、いつもごま油なんですよ。ごま油入れすぎ。しかもごま油の味が 100% のごま油じゃないですね。家で作ったビビンバの方が絶対美味しいと思います。あと野菜とかも新鮮ですね。あ、こんなにたくさん野菜入れて食べるの久しぶりだよね、本当に。もやしも日本に来て豆もやしってあんまりなくて美味しいですね。あとね、今日ピョクギちゃんが機嫌が悪いんで一緒に食べてるところ見せたかったんですけどね。はい、ピョクギも今日カメラに映りたくてさっき泣いてました。なんかカメラの前だとちょっとおとなしくなりましたね。で、皆さんよく聞くのが、子供って何歳から辛いものを食べるのって言うんですけど、これは家族次第だと思います。みんなバラバラだからね。まあ、1歳過ぎたら食べさせるところもあれば、まあ、2歳、3歳でもね。ナムルのバランスが本当にいいです。椎茸の香りがいいですね。
やっとジェイちゃんが完食したので、完食はしてないけど、お父さんって難しいですね。でも、まあ、食べます。あ、美味しいんだよな、俺。コーラうまいっすね。完食です。ごちそうさまでした。皆さんいかがでしたか？意外とナムルの作り方がわからなくて、なんか市販のナムルの素とか買って作る人いるんですけど、ビビンパを作る時に美味しいナムルの作り方ではないので、今日私が教えた方法で皆さん作っていただいて、ぜひ味を楽しんでいただきたいと思います。そしてもしね、作りながらもしわからないことがあったら、Facebook メッセンジャーとかインスタ、ツイッターやってますので連絡いただければお答えします。今日の動画がですね、役に立ったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは以上となります。また新しい動画でお会いできればと思います。皆さんアンニョン。皆さんアンニョン。アンニョン。バイ。ありがとうございます。こちらの動画も見ていただければと思います。そしてチャンネル登録もお願いします。チャンネル登録をした後にですね、アラームの設定をしておけば、私がアップする動画をこの携帯で見ることができますので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイ。